竹花,竹花祭りだし、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 竹花祭りは、岐阜県端橋竹花地区にて、毎年5月2日、4月3日、本落に行われる八博士神社の春季祭礼である。天正九年、当時竹が花城城主であった、ふわ玄禄広綱が八博士神社を竹が、花城の鬼門よけとして、 現在地に先座したことが始まりと言われている。農州巡航期という文献によると、完成年間には、出しは7両とあり、創建当時は、下町、中町、上町などが中心となり出しは7両であったとされる。その後13両となったが現在引き出している町とは異なる町がある。現在は、宮町、大成町、上鍋屋町、下鍋屋町、 川町、下城町、上城町、福江町、新町、中町、本町、上町、今町の13町で13両の出汁があり、大正11年より、毎年半数が交代で引き回されている。また、明治24年10月28日に起こった、農美地震では、5町の出汁が火災により消失したが、その後再建されている。また、 災霊日時は何度かの変更があり、天保年間には旧暦の8月8日、9日との記録があり、明治の初めまで続いた。明治12年新暦に改暦されてからは10月8日、9日、明治35年には5月8日、9日、昭和49年に本楽を、子供の日に合わせ5月4日、5日、昭和62年から5月2日、3日に変更され、 現在に至っている。13期の出汁は昭和48年3月16日に岐阜県の重要有形民族文化財に指定された。13期の出汁は屋台型の出汁で、大幕、見送り幕、水引きは、金紙や銀紙、色糸で刺繍を施された、絢爛豪華なものである。また、出汁の上で、笹ぐ毛と言われる子供たちの踊りや、からくり人形が披露される。 車輪は四輪の断じり用式である。ありがとうございます。